浮島は、熊本県上町気郡鹿島町市に位置する、夫婦神の浮島神社の池。池の水は、湧水でできている。2010年3月25日に、農林水産省のため池百選に選定された。鹿島町は一級河川緑川水系支流に囲まれ、阿蘇山の伏流水が、町内各地で湧水しており、1996年3月22日、 清水は騎心触れ合う鹿島町として、国土交通省により、水の里百選に選定されているとともに六家、湧水群、浮島として、環境省により平成の名水百選にも選定されている。池は、東側の一角に突き出した、夫婦神の浮島神社の境内地で、神の池である。由来夜と築造は、1001年に湧水により2.5、 ヘクタールの池が完成したと伝えられている。現在は65ヘクタールの考えを担っている。浮島山の鎮守の森と、ため池水面と、背景に見える飯田山や阿蘇山の外林山との、景観は著名な撮影ポイントでもあり、住民の憩いの場所として親しまれている。近隣の六家地区も湧水が豊富でこの地域は、戸川溶岩も基盤と、梨大水槽となっている。 その上部には、阿蘇火砕流の堆積物や有明粘土層などが、堆積して表土近くは、砂岩や、歴岩のシルトからできているため、水分が豊富に含まれていて1.5メートルほど掘ると、伏流水が湧水する。浮島、六海湧水群として、平成の名水百選に選定されており、各湧水には、洗い場があり、住民の交流の場となっている。また、 鹿島有湧水天然プールは湧水の中に作られている全国でも稀なものであり、夏季には町内外から多数の人々が清涼を求めて訪れている。浮島神社と周辺水辺公園浮島神社の湖畔は浮島周辺水辺公園として整備され、地葉やヨシ、石章などの植物、水面にはカイツブリ、カワセミ、冬にはカモの越冬地である。 地域のボランティアグループにより、毎日のゴミ拾いと定期的な除草作業が行われており、住民には環境保全に対する意識が高く、景観や天然水の豊富な池である。浮島、水前寺城主園も同様である。清水は岸にフれアう歌島町水の里百選、国土交通省戸川溶岩熊本県、浮島神社と下六吉見湧水群熊本県六、下湧水群、 浮島平成の名水百選、環境賞、ありがとうございます。